はい、こんにちは。 MP7 の動画になります。ね、最近ナイフで、まあ、盾とナイフでね、結構遊んでたこともあって、なんかいつの間にかナイフはね、あの金迷彩解除してました。ということでね、今回はね、あの MP7 とこの金のナイフで遊んでいこうと思います。で、なるべくね、この金のナイフちょっと見せていきたいんで、まあ、ハックニーヤードであれば、まあ、ナイフ使えるのはこの右のこの建物の中かな。この建物の中でね、キルするときはなるべくナイフを使って。で、早速、まあそこはね、来るよね、確実に。でもフリーフォールの最初の位置すげえ大事なんだよな。最初の位置いいと、ファーストブラッドとかね、かなり立ち回り的に有利な立ち回りができる。ここがね、めんどくさいんだよな。ここに湧くとだいぶめんどくさい。よし、一人やった。上からも見られるし、左からも見られるし。さあ、後ろから足音聞こえた。多分来るな、これ。さあ、角待ちして。金のナイフで、角待ち。あ、一人やられた。上がってきた。よし、タイミング合わせて切っていく。ま、ほんとね、ここがね、ナイフ強いわ、マジで。あ、いた。ちょっと追っかけるか。奥で、上から撃っていこうかな。右。よし。よしよし。やったぜ。で、サクッとやったんで、自分の家に帰りましょう。今回はここを俺の拠点とする。いた。はい、ロングショット、ヘッドショット。レッドサイレンス溜まったんで。あ、奥。これ、つけた方がいいな。はい、やっていく。相変わらずの MP7、強い。いた。よし。いいね。本当に近距離だったらね、ナイフ一撃なんでね、ショットガンと同じでね。おっと。あと、ナイフ構えとかがね、ないんで、かなり使いやすいのと。あとね、移動速度がやっぱね、めっちゃ速いんで、デッドサイレンスとナイフの移動速度、ほんと最速なんでね、これに動き合わせられる人がそんなにいないというか。後ろいる。一応撃っていく。あ、出てこないね。弾幕張って出てこないんで。ナイフで。待つけど。あ、下にいるな。下の方取ってるな。あ、来るか？一応火炎瓶投げてるけど。奥、奥行くか。まだ来なさそうだしな。さあ、奥。やっていく。あ、後ろ。あ、もう出てきてたか。いたのは分かっていたが。お、なんだ？クレイマー。やっていく。ここも怖い。なるべく早く入っていきたい。で、このドアから、この人気店に入って、上。あ、上じゃないな。右だな、あれ。完全に右だな。さあ、デッサ使って、ナイフを持って、いた！あいつ！さあ、とどめの一撃だ。脇腹を何度も刺させていた。噛んでいなかったべ。脇腹をね、何回も刺すんだよね。この人のあの、とどめの一撃は。結構ね、えぐい。首を一発切ればいいのに。あ、左。MP7 のね、遠距離はね、やっぱりきついね。この距離、あ、踏んだわ。確実に踏んだ。ハックリンヤードはやっぱね、結構遠距離が多いんだよな。あの、家の中だと結構近距離で戦えるんだけど、そこまでね、あの、お家に人がやってこないというか。あとはま、ここかな。ここも割と中距離だからね、MP7 の距離ではないんだよな。まあ、あと、このカスタムが、腰打ちカスタムってのもあるんだけど。エイムしてね、覗くのメインだったら、ちょっとカスタム変えた方がいいんだよな。いた、奥。あれは、ちょっと無理っぽいな、さすがに。よし。人気のお家に、ちょっとなるべく入っていきたいんで。クリアリングしつつ。上にいるね。いる。あ、倒されてる。あ、そっちか。またあっちか。危ね。ヘッドショットしていく。この近距離 MP7 ヘッドショットがマジで気持ちいい。よし、ロングショット。うわ、いる。よし、これ。デッサ使って。ナイフに切り替えて。音を消しつつ。ほら、悟られてない。
いいね。はい、後ろからとどめの一撃。お、とどめの一撃って専用ナイフなんだ。自分の持ってるナイフじゃないぞ。あの武器のモーション含めてあれなんだ、スキーなんだね。いや、この今場所ほんと強いわ。ここもうずっと一生ここでいいよ俺。いた。ん？気のせいか。あ、奥にいる。奥にいるけどちょっときついな。いや、あそこにいるやつ、弾がないな。あ、ちょうどいいじゃん。AR だったらやれるわ。はい、一人やっていく。もう一人、右にいたんだよね。一応見とこう。あ、乗ってる。はい。すげえな。AR、やっぱ AR だわ。このマップは AR だわ。来るでしょ？来るか？来ない。あ、いる。デッドサイレンス使って、音を立てずにサイレントキルしていく。もう一人。よーし。おっと、なんか爆弾投げたから、後ろから走ってって。キル死体が、いない。いないな。どこ行った？ちょっと戻るか。お家に帰りましょう。で、上がって、ぐるぐるして、索敵した。お、あいつも、とどめの一撃入れていく。3回目、今回。で、とどめの一撃からの V トール出して、あ、とはいえ、あー、ここ、サブマシンガンじゃないのが悔やまれる。とか今1位じゃないのか。やばいな。なかなか、うわ、踏んだ。ここしゃがめばよかったのに。ほんとね、プレイスタイル的に、私のプレイスタイルがね、もうランガンでね、もう突っ込んで撃つタイプなんで、ほんとにね、刺さるんだよね。ああいうクレイモアとか、センサーマインとかがね、ほんとに刺さるんだよな。でもね、この性格は止められないですね。じっくりやるタイプじゃないんで、FPS。で、ちょっと待って、今いたぞ。うわ、当たんないし。いいか、取っとこう。お、結構、V トールがお仕事をしてくれてますね。ん？後ろか。頭抜けなければ。今の反応で頭抜けなければ多分厳しいな、後ろは。いた。これは確実にやったでしょ。はい。リベンジ。さあ、ナイフ持っているか。奥、あー、奥にいるけどちょっとダメだな、遠い。さあ、リロ挟まなくていいか。奥見て、ここでリロード。意外とないないんだよな。結構やっぱみんな隠れ気味というか、このマップは建物がね、点在してて、その中にはいるけど、なかなかね、そこから出られないんだよね。まあ、サブマシンガン持ちとか特に出られないと思う。ここ。あー、ウィルソンが出てきたか。いた！よし。ん？いる。ナイフ。おらー！よーし。でもなんかクレイモアがあるんで、もう戻れないな。さあ、奥見ていく。あそこもな、走って出てくるんだけど、意外とな、やっぱ建物からみんな出てこないな、今回は。ある程度ちょっと出張しないときついかな。無理のない出張で、ちょっと、巡航ミサイル。あ、また巡航ミサイル。いた。よし。完全に引きこもってるわ。敵のクラスターストライクだ。身を隠せ。あのね、フリーフォールはね、本当に引きこもるとスコア負けするんでね、ちょこちょここうやって外出てリスクで追っていかないと勝てないんですよね。いや、けど相手が強いとなかなかデス数も増えるというか。弾がない。クソ、あと5発欲しかった。あ、なんか聞こえる。上。よし。左。あ、逆か。そうだ。右から撃ってる。残り2キル。ちょっとこれは負けられないぞ。さあ、MP7 とゴールドナイフ装備して負けるわけにはいかない。奥を見るが、奥はいない。どこだ？ 30 秒
あ、後ろ、足音聞こえた。いるいるいる。出たとこだ。よし。よーし、ヘッドショット。で、デッドサイレンス使って、ラスト1キルを、やっていきたい。いた!あいつ、後ろ見てるよ。はい、背中から、ゴールドナイフで切って、終了。あぶねー。結構接戦だったね、今回。あー、はい、そういうことでね、建物の中でナイフは本当に強いんでね、おすすめです。ということで、MP7 の腰打ちカスタムと金のナイフでフリーフォアボールやってみましたっていう動画です。以上です。また次の動画でお会いしましょう。